まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。お気持ちから聞きたいんですけど。素直に優勝できて嬉しいです。はい。で、まあ、レースもちょっと振り返っていただきたいんですけども、今日はどのように考えていらっしゃいましたか。今日は S 行こうかなと思ったんですけど、2番選手がすかさず後ろに入るのを見て、あの番手に入られるよりかは別の選手の前がいいと思ってたので、そこはやめて作戦を変えて、そしたらやっぱり6番手だったので、まあ遅めの仕掛けにはなると思ったので、5番の山を乗り越えたら優勝できるっていうふうに組み立て変えて、その通りレースが運びました。まあ初手というか、初手から久米さんが動いてちょっと乱される感じはありましたか。まあ、前橋のレースもそうですし、昨日の石井選手もああいう動きをしてたので、簡単に引かずにいろんなトリッキーなことしてやろうっていうふうに余裕もあったので、そこら辺は全然対処できました。で、仕掛けていってから、先ほど5番選手のとおっしゃってましたけども、3コーナー登りながらちょっと苦しいところだったと思うんですけど、いかがでしたか。いつも練習しているのが250なので、関東とかコーナーの感じっていうものは全く問題なかったので、何も自分にとっては何も問題なく走れました。優勝の手応えなどはどのあたりだったんでしょうか。5番選手の山を越えられたらっていうところは自分の中で考えていたので、そこですかね。あとは後ろに強い止め選手いたので、あとはコースとか刺されないようにぐらいでした。優勝して大歓声上がってましたけど、いかがでしたか。そうですね、皆さんのおかげでようやく両手話して感謝を感謝だったりとか喜びだったりとかを表せるようになってきて、それを皆さんと場内の皆さんと喜びを一緒に分かち合えてすごく嬉しかったです。今年も G1 を勝ってグランプリへという道がつながりましたが、いかがですか。この競輪祭っていうものは最後の椅子を奪うような形になってしまうのが続いていて、すごく勝負の世界の難しさ、厳しさを痛感もすると同時に、グランプリはやっぱり優勝したいっていう風に、優勝しなきゃなっていう風に思えるので、本当に難しい立場ですが、いい経験になります。で、グランプリに向けてというところを聞きたいんですけども、いかがでしょうか。オフがあと3日残っているので、男子の競輪祭優勝を見届けてからリスタートになるので、そこまではしっかりとまた休んで、グランプリに向けて1ヶ月間トレーニングしたいと思います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今回は強敵がたくさんいましたけども、決勝でナショナルチームのお二人と当たる形になりましたけども、やっぱり意識とかはありましたでしょうか。世界戦を最後に引退した梅川選手の強さっていうのを直前まで一緒にトレーニングしていたので、世界戦直前までトレーニング一緒にしてたので、強さっていうのものは知ってたので、本当にそこを乗り越えられるか乗り越えられないかで今日の優勝は決まるっていうふうに周回中を持っていたので、まずその相手に対して乗り越えられてすごく嬉しかったです。でオールスターの時は帰国されてすぐでしたけども、今回、これ終わって優勝して食べたいものは何ですか。食べたいもの、あの時はラーメンって言ってたと思いますけど、いやもう1ヶ月間好き勝手食べてるんで、はい、そろそろ質素なご飯食べたいですねもうそろそろご飯、質素なご飯に戻したいです。わかりました、はい、では年末のグランプリに向けて応援してくれた方にメッセージを最後お願いします。はい、連日本当にたくさんの声援ありがとうございました。皆様の声援がゴールの最後の一踏ん張りできたと思うので、その声援をまたぜひ静岡でもよろしくお願いします。